どうもこんにちは、アパレルバイヤーのゆうこです。実は私とうとう眉毛のアートメイクをしてしまいました。1週間のね、経過とか、あと痛さの度合いとか施術の内容をご紹介したいと思います。なんで私がね、眉毛アートしようかと思ったかと言いますと、キャンプが趣味なんですけど、キャンプって早朝が本当に気持ちがいいんです。でもその早朝の一番気持ちいい時間に眉毛もね、何もなくてボサボサで外に出ることができなくって、でもそこでメイクしていると一番いい時間を逃してしまうっていうジレンマで、これはもうね、眉毛アートするしかないなって思ったのと、あとは日頃のメイクの時間の中でもね、眉毛にかける時間が結構かかるので、まあ、これでこの先の人生で眉毛描いてる時間がもったいないなって思いました。それでいっそのこと眉毛アートしてしまおうと思い決めました。1ヶ月ぐらい前に予約したんですけど、サロンの方で眉毛のね、本当の毛流れを見たいっていうことで、眉カットとかね、しないで来てくださいって言われたので、1ヶ月間本当に眉カットもしないでボサボサの眉毛で行きました。で、自分のね、眉毛の描き方のね、デザインも見たいっていうことだったので、自分で眉毛も描いていったんですけど、私ね、パクミニョンさんっていう韓国の女優さんがもう大好き で、そのパクミニョンさんがふんわり優しい平行眉だったので、その眉毛にしてくださいってサロンで言おうかなと思ったんですけど、まあ、顔も骨格も違うから無理でしょうって思われちゃうかなって勝手に思って、で自分でね、パクミニョンさんの眉毛を見ながら一生懸命平行眉を描いていきました。で、まずは私が描いた眉毛のデザインを見て修正してくれるんですけど、私ね、首をね、こう左に傾ける癖があって、で、そのね、左にこう傾けちゃう癖も踏まえてちゃんとデザインしてくださいました。で、髪質とかね、髪の色がこう柔らかいので、眉毛も線だけじゃなくってちょっとパウダー状を混ぜた方がいいっていうことでお任せすることにしました。で、その後ぬるま水を塗って、お友達も一緒に行ったので、お友達がデザインしてる間30分ぐらい待ちました。そしていよいよ施術です。で、私ね、麻酔してたんで全然痛くないって、もう勝手に舐めてたんですけど、痛かった、すごく痛かったです。で、見えないからわからないんですけど、イメージとしてはちょっと針みたいなものでギギギギギってこう皮膚をね、削っていくような感じでした。で、削った後に麻酔なのか、なんか色なのか何かを塗るので、もうなんか傷口に塩を塗られてるみたいで、もう地味にね、ずっと痛かったです。手術直後はこんな感じで、本当にね、こう眉毛の毛の感じがね、すごく出ていて、私眉毛生えてるみたいと思ってすごくね、嬉しかったです。で、友達はね、髪の色がもう少し黒いので、毛の感じをもう少し出した方がいいっていうことで、私の方がちょっとね、パウダーっぽいし、やっぱり仕上がりだったと思います。で、とにかくね、ちょっとすごく嬉しくて気持ちが上がってました。で、痛さはやった直後は眉毛がね、こうビュンってきて、この辺でドゥン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 ってこう脈打ってる感じで、結構ね、ヒリヒリと痛かったです。で、1時間ぐらいでだんだん眉毛がこう元の位置に戻るような感じでした。で、そのね、やった直後は嬉しくっても、痛さもでも飛ぶようなこう喜びだったんですけど、家に帰って1時間ぐらいしてこうだんだん気持ちが落ち着いてきてから、鏡を見た時に、あれ、ちょっと太かったかな、平行眉似合わないかな、どうなんだよってこうね、ちょっとね、不安になり始めました。夜はその日私すっぴんだったので、日焼け止めをね、たっぷり塗ってまして、で、それをクレンジングでしっかり取りたいなと思って、眉毛ね、あんまり濡らしちゃいけないのかなと思ったんですけど、クレンジングで顔を洗っちゃいました。そしたらね、すごいね、染みました。で、いただいたね、バセリンをね、テカテカになるまで塗って寝ました。次の日がこんな感じで、次の日はね、お仕事もね、休みにしてました。で、朝犬の散歩に行ったら、ちょうどおいこちゃんに会って、そしたらおいこちゃんが、ゆうこちゃん、両津勘吉みたいってびっくりしていて、なんかもう本当に、あ、やっぱりちょっと太すぎたかもって不安になりました。で、2日目の方がもう本当にね、1日目よりももっともっと太く濃くなっていたので、ノリみたいな感じでどんどんね、不安になっていきました。痛さはね、もう全然ね、感じなくなってたんですけど、たまに指が当たると、あ、痛いみたいな感じでした。3日目はね、こんな感じで、朝ね、顔を洗ったら、ちょっとね、あれ、自然になったかもって思いました。で、この日から仕事だったので、メイクをしました。メイクするとね、こんな感じで、意外とね、メイクしちゃうと全然ね、自然な感じで、自分でも、あ、
大丈夫だなと思ったんですけど、仕事に行っても誰もね気づかなくってびっくりしました。で、痛さは時々痛くてこうちょっとうずく感じだったんですけど、たまに今度ねムズムズと痒くなってきて、で痒くてこう眉毛に手を当てちゃうと痛っていう感じでした。4日目はこんな感じで、写真だとねちょっと分かりにくいんですけど、すっぴんでもねもうかなり自然になってきた感じでした。でたまにねムズムズっとするような痒みはあったんですけど、痛みはねほとんど気にならなくなって、あと一番気にしていたね太さがね全然気にならなくなりました。で夜になったらね皮がむけるような感じになっていたので、バセリンをねまたテカテカになるまで塗ってました。メイクするとこんな感じで、本当にね眉パウダーでちょっとね眉毛に色をのせたかなぐらいの自然さになっていました。2日目はこんな感じで、もうねシャワーを浴びて出たらすごく自然で、私の眉毛ってもともとがこうだったんじゃないかと勘違いしちゃうくらいで、ちょっとね皮がむけて色ムラが出てきてたんですけど、1ヶ月後にまだね2回目のリタッチがあるので、まあその時にねまた言えば大丈夫かななんて思いながらメイクをしたら、まあこんな感じでちょっとねメイクをするともう少しね色足してもいいかなって思えてくるようになりました。で太さも自然だし、でデザインもね本当にすごくね平行眉で気に入って、夜ねクレンジングしたらクレンジングすると今度眉毛がちゃんとあるので、本当にやってよかったなって初めて実感した日でした。6日目はこんな感じで、ちょっとね薄くなってきて色ムラがね逆に気になるようになってきました。でねこれはさっきも言ったんですけど、1ヶ月後のリタッチでねなんとかなるかなって思ってるんですけど、でメイクをするとやっぱりちょっとね色が足りなくって、この日からケイトのアイブロウパウダーでちょっとね色足すようにしていました。で平行眉もねすごく気に入って、結構ね顔が凛々しくなるので、このデザインにしてよかったなってこの日も思いました。7日目はこんな感じ。私ねこの日コロナのワクチンの2回目の接種日でメイクしなかったのでね、ちょっとすっぴんの写真ですが、こんな感じで前日まで薄くなり始めてたなと思ってた眉に色が戻り始めて、ちょっとね濃さがまた出てきました。そしてすごくね自然な感じで、もうね眉毛のアートをしていたかどうかも忘れてしまうぐらい、どの眉がこうだったんじゃないかって本当に思えるぐらいな感じになりました。で痛みもね痒みも何もなく、とてもね気に入った感じの眉毛になっている状態です。というわけで眉毛アートの1週間の経過をレビューしましたが、正直な感想を言うと、私はやってよかったなっていう一言につきます。2日目にすごく濃くなってきた時に、まあ太すぎたんじゃないかとか、平行眉が似合わないんじゃないかとか、もうすごく不安になって、おいっ子にも両津勘吉って言われて、まあ悩んだんですけど、3日目にねメイクしてみたら、意外と濃い状態でもメイクすると自然になじむし、その後もどん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 薄くなっていって、すっぴんでもねすごく自然になっていったし、メイク時間がものすごく短縮できるようになったのと、あとメイクを落とすと眉毛がちゃんとあるという喜び、まあ、とにかくやってよかったなと思います。これから1ヶ月後にちょっとこの、ね、落ち具合を見て形合わせとか細かい修正をまたリタッチでしていただくんですけど、もうこの感じだったらね全部お任せでいいかなって思ってます。で今ね眉毛の後悩まれてる方いらっしゃいましたら、私はねすごくやってよかったなと思っています。今日は眉毛アートについて語り尽くしちゃいましたが、もしこの動画が気に入っていただけましたら、いいねボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。それではまた。